今回はファーフェッチで購入したバッグを紹介したいと思います。で、ファーフェッチってそもそも何っていう話なんですけど、ハイブランドだったりセレクトショップで売っているようなブランドを取り扱っている海外の EC サイトになります。日本で買うよりもちょっとお安く買えたりとか、ものによってはそう安く買えるようなサイトなんですけど、このファーフェッチっていうサイトに関しては、ブログでちょっとねまとめてみたので、もし気になる方がいたらそっちの方を見てもらえたら嬉しいです。はい、で早速バッグの紹介しようと思います。今回はガニーというところのバッグを購入しました。はい、これです。ガニーっていうブランドは、デンマーク発祥のブランドで、まだ割と最近できたばかりのブランドなんですけど、結構サスティナブルなね作りのものが多くって、でそのデンマーク発祥っていうのもそうなんですけど、お国柄としてもね、やっぱりそういうサスティナブルに力を入れているような国なので、そういうようなねところも魅力なブランドとなっています。そうで、日本でもね、ユナイテッドアローズとかベイクルーズとかそういうところで取り扱っていたんですけど、でこのカバンに関してはベイクルーズで売っていたんですが、そこで買うよりかは1万円ぐらいは安く買えたかなっていう感じで、他にナイロンとか、あとちょっとコロンとした形のハンドバッグが、そう割と皆さん持たれてるかなって思うんですけど、そのバッグは私ちょっとハンドバッグあまり持たないので、そうちょっと違うなと思ってて、顔を見てたら、肩掛けのこの形のバッグに出会って、これすごい可愛いと思ったので、今回購入しました。革の割にわりかし軽い感じがするんですけど、そうこの革もリサイクルされた革を使われています。ここにあるチャームはガニーのマークがついていたりとか、でここがなんかこう少し物が入るように両サイドに小さなポケットがついています。じゃあ早速ね、中身を紹介していきたいと思います。なんかそうそうこんな感じで、ちょっと見にくいかもだけど、ざっとこんな風に入っています。でいつもね、大体同じようなものしか持ち歩いてないので、中身の紹介はそんな変わり映えないので早めに済ませますね。まず、携帯。で、キーケース。お財布。カードケース。ポーチ。で、ちょっとした、ちょっとした、ミニの鏡と、リップ。で、ワイヤレスイヤホンが入っています。さっとこんなもんで、これにハンドタオルが入ってても、そんなにパンパンにはならないかなっていうぐらいの容量ですね。はい。なので割と入ります。今回所有してるバッグの動画紹介でも話してたんですけど、ちょっとね、もうちょっと容量が入るようなバッグが欲しいって言っていたんですけど、そう、それを満たしてくれるバッグを今回購入しました。そう。これ肩にこうやってねかけたり、私肩掛けのバッグは持ってなかったし、こういう風にで、これハンドとしても一応使えるし、そう2パターンくらいさ持てるパターンがあるとファッションが楽しめるし、便利かなと思います、いつも。はい。で私は子供がいて、基本送り迎えは自転車が多かったりするから、ちょっとね肩掛け系のものじゃないとかさばるので、そういうのしか選ばないんですけど、すごくこれ気に入っています。でね、バッグ紹介見ていただいた方は分かると思うんですけど、私黒系のバッグしか持ってないので、ほとんどキャメルのお色にしました。ね、春だからさ、もうこういう色も使いやすいし、あとは何だろう、夏、そう夏場私黒ばっかりだったからちょっと去年困ってたんですよ。なのでこれでね、ちょっと夏
いけそうかなとすごい思ってます。はい、という感じで今回はガニーのバッグを購入したということで、紹介動画を作ってみました。はい、まあ、アップすると最後にこんな感じです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価コメントもしてもらえるととても嬉しいです。はい、また